どこまで腐ってる国なんだ。客船事故悪用の詐欺横行、金出せば救出。韓国南西部チンド沖で起きた客船沈没事故の乗客家族や報道によると、子供の生存を願う行方不明者家族の心理を悪用し、金を出せば救出してあげると持ちかける詐欺が横行している。さらに事故を利用した携帯メールによるハッキングも見つかった。韓国通信社ニューシスによると、民間潜水業者の関係者と名乗る人物が行方不明者家族に接近し、1億ウォン、約990万円を出せば子供たちを船から救い出すと誘う事例があったという。家族らはこうした詐欺に引っかからないよう呼びかけ合っている。Thank you.